疲れ様でした。関西大学対抗テニスのリーグ戦の女子の第3戦が行われまして、大阪教育大学と対戦しました。で山口選手なんですけども、ダブルス2で、6-4、6-1と、でシングルス2でも出場されまして6-1、6-0ということで、どちらとも完勝しました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずダブルスからですけど、川本選手との、組んでというところだったんですけども、いかがでした、試合振り返って。しっかり川本さんがリードしてくれて、私はそれに従っていけたかなと思います。で、まあ、どうしよう、まあ山口選手にとっては、第2戦がデビュー戦ということで、川本選手と初めて組ん でダブルスだけやって今回だったんですけども、結構緊張感だったり、まあ、1年生ですから、はい、リーグ戦、まあ、初になると思いますけど、どうですか。緊張はあったんですけど、楽しいっていう気持ちの方が多くて、笑顔で暗い雰囲気になることなく、しっかり自分のテニスができたかなと。なるほど。でどうですか、まあ6-4でもしっかり取って、まあ、最後ブレイクで取ったというゲームだったんですけども、いかがだったでしょう。第1セット、第1セットは少し厳しい展開が続くこともあったんですけど、それでも大事なゲームはしっかり取り切ることができたので、ここが取れたので、2セット目にいい流れで入ることができたかなと。でおっしゃる通り、こう第2セットはもう、まあ、圧勝というか、もう自分たちのテニスで、まあ、相手に全くさせなかったんですけども、まあ、取りました。どんな川本選手と話なんかしたんですか。いや、特にしてないですね。特に何も、はい、まあ、勝ったぞというところで、はい、まあ、6-4、6-1ということで見事勝ちました。でそれからシングルス2で、シングルスに関してはリーグ戦初ということで、はい、出ましたけども、6-1、6-0とこっちも圧勝ということで、シングルス振り返ってどうでした。シングルスはいつも通りの、久しぶりのシングルスの試合になったんですけど、いつも通り自分のテニスができたので良かったと思います。でも このスコア 6-1、6-0 というのはこう想像できました。ある程度こういけるなっていう感覚色だったんですか。はい、最初ゲームを取られないつもりで挑んだので、それなりに良かったなと。でどうしよう、山本選手というのはこう相手の嫌な攻撃、嫌なことをやるんだというのが自分のスタイルだとおっしゃってましたけども、今日に関してはいかがでした。今日いけたと、もう相手の嫌なところを攻めてというところ でちょっと、山本選手、ちょっと大会前に少しちょっと、練習ができない時もありましたが、その辺のこうコンディショニングとかっていうのは現在今どうですか。全然しっかり動けているので、この期間にも家の中でも結構トレーニングとかしてたので、まあ、大丈夫だと思います。どうですか、大学のリーグ戦初になりますけど、こう雰囲気だったり、また高校の時とはまたちょっと違う雰囲気あると思いますけど、いかがですか、関西大学での。高校の時よりはあんまり緊張することなくプレーできているので、それはまた違った意味でいいなって感じです。じゃあもう全然緊張感とかってなんか特別な緊張感というのは特になく、はい、まあ、山口選手も春か夏かなでこう、まあ、成果を残されてもるんで、まあ、その辺はもう大丈夫なのかなと思いますけども、残りまあ2戦ありますし、やっぱり優勝というのが、連覇というのが一つ目標にあると思いますけども、今後に向けてということで、最後意気込みをお願いします。はい、4回生の人たちが最後のリーグ戦になるので、その優勝をすごい目指していると思うので、それに貢献できるように全力で頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。中川選手です。シングルス3に初出場されまして、6-4、6-3ということで、大阪教育大の選手に勝ちました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずどうですか、リーグ戦初勝利です。どうですか。嬉しいです。ちょっとホッとしてるところもあります。おー、なるほど。やっぱこうリーグ戦、大学のリーグ戦、またこう違う雰囲気で特に緊張してたんじゃないですか。でも緊張はあまり、対戦とか思い出しながら応援とかしっかり見て、まあ、みんなついてるから大丈夫かなと思って試合してました。でこうシングルス3に今日出場するぞっていうのはいつぐらいにこう決まったというのはありますか。昨日の夜に送られてきて、もしダブルスが 2-0 で勝ったら中川
を譲ったシングルスリーにしますっていう感じで。おー、はい、どうして、じゃあちょっと昨日からちょっと少しこう寝れないとかそういうのはないんですか？あ、全然寝れました。あ、そうなんですね。じゃああんまりその思いすぎずみたいなところで、はい、あ、でも見事本当に 6-4、6-3 ということで勝ちましたけども、どうですか、本来は永瀬こうハードヒットでどんどん行くタイプでしたけど、今日はちょっとこうどっちかというとこう粘りのあるというか、はい、そういうテニスに見えたんですけど、今日の試合振り返っていかがでした？今日はまあ風も結構強くて、で相手が結構直線的に、うん、すごい打ってくるタイプの人だったので、いつもは私はめちゃ自分から攻めて打ってくるんですけど、ちょっと粘りのテニスに変えて中ロブ系だったりとかを先輩のをお手本にして真似したりして使って、うん、まあ、いけるところで打っていくみたいな感じのテニスにしました。ほう、ということはこう相手の分析とかいうのを事前に結構入念に やるタイプなんですね。まあそうですね。でも今回は結構あのオーダーが外れてて、思ってた相手と違っていたので、全然知らなくて、テニス相手のテニスがどんなのか知らなかったので、まあ、最初の方にちょっと分析しながらどういうタイプなのかっていうのを見ながらこうしていこうというふうに試合中で考えてました。なるほど。じゃあということはこう試合に入るから第1セットはどっちかというとこう様子を見ながら今後どう攻めていこうかなみたいなとこだったんですか？はい、はい、で 6-4 で取りました。まず1セット取りました、はい、どうでした？一つちょっとこう安心したというか、うどういう心境でした？3-4 になった時にずっとキープキープだったんですけど、うん、1回ブレイクされて、まあ、でもそこはあまり焦らずに、まあ、私基本的になんか結構考え方が簡単で、うん、まあ取れるやろみたいな感じで楽観的な感じか、はい、はあはあ、やってるので、まあ、その焦らずにそういう気持ちを持って、うん、でまあ、挽回して1セット取ったので、まあほっとしたんですけど、でもここで気を抜いてしまうといつもやられてしまうので、まあ、気は抜かずに感じです。なるほど。でもう次のセットはもう 6-3 ということで、しっかり力で勝ったような印象はありますけども、セット取った瞬間、まあ、ゲームを取りました。どうでした？いや、嬉しかったですよ。なるほど。やっぱこう関大の一員としてこう、ね、リーグ戦に貢献できたというのはやっぱ特別な思いがあるんじゃないですか、個人で勝つよりも。はい、うん、なるほど、わかりました。で長瀬2年生なんですけども、今回春間、今年の春間はちょっと予選で敗退というところだったんですけど、はい、夏間で本戦に上がって1回戦突破してというところで、はい、今回のリーグ戦と非常に大きな抜擢にも思えますけども、はいはい、どうですかこのあたり。まあ、本当に1回戦から全然上がれなくて、すごくなんか悩んで、部活休んだ時とかもあったんですけど、まあ、それ超えて、まあ、同期とかみんなに支えてもらいながら、まあ、だんだんと自分らしくテニスできるようになってきて、まあ、だんだん良くなってきてるので、まあ、テニスも少し楽しくなってきて良かったです。本当そういうね、気温に応えましたね、期待に。良かったです。分かりました。でね、まあ、今後またこの1勝でまたチャンスが多分生まれてくると思いますけども、はい、今後の目標というか、一つ勝ってやっぱ自信になったと思いますけど、どうでしょう？とりあえずリーグ戦優勝して、で王座でも優勝に貢献できるように、まあ、サポートであっても選手であってもチームに貢献できるよう頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。